ワールドインベスターズ TV。 今回は中東が専門のまさにアラビアの道です。実は代表取締役も務める石田和康がお送りします。ワールドインベスターズ TV。 それでは66ライブスタートです。はい、世界経済を知るエンターテインメント番組ワールドインベスターズ TV の生放送、本日も始まりました。2週間ぶりに戻ってまいりました。私2週間ちょっとお休みというか、ちょっと海外出張、サウジアラビアの方に出かけてましたので、ウエストビレッジの西村さんと、日経マネーの鈴木編集長にピンチヒッターをお願いして、2週間ちょっとお休みしておりました。で、サウジアラビアはですね、先週、この間の土曜日ですね、土曜日の夜に帰国して、ちょっとまだちょっと時差ボケ気味がまだ治らないという、時差ボケ直すのに相当時間がかかっている状況なんですけれども、そういったサウジアラビアの中で、非常にいろんな、まあ、有意義な情報を得てきたりとか、いろんな、まあ、なかなか入れないようなところをたくさん見てきました。で、サウジアラビアのご報告に関しましてはですね、また別の、ムービーで編集をしていますので、そちらの方を近日中にアップしたいと思いますので、お楽しみいただければと思います。今日はですね、ちょっとその中でも特別にちょっと皆さんにお見せしたい映像がございますので、ちょっと用意してきました。サウジアラビアのですね、大学、キング・アブドラ・ユニバーシティ・サイエンス&テクノロジー、キング・アブドラ、科学技術大学という大学なんですけれども、そちらの大学の方の、視察映像をちょっとご覧いただきたいと思います。VTR スタートお願いします。こちらの大学なんですけれども、2年前に、サウジアラビアの国家戦略に基づいて作られた、科学技術大学です。今の国王のキング・アブドーラがですね、まあ産業の多角化ですとか雇用の創出を求めて、まあ、新しいタイプの世界中の優秀な頭脳を集めるという目的で作られた大学なんですけれども、こちらサウジアラビアの、超石油メジャーの、サウジアラムコ、サウジアラムコが作った大学で、もう本当に世界中、いろんな国100カ国前後からですね、優秀な学生と、教授を集めていろんな科学技術の開発を行っています。で、こういった産業の多角化がですね、まあ世界をリードするため の、 そのテクノロジーハブ、サウジアラビアのジェッダをですね、テクノロジーハブとして、まあ、10年後をめどに成長させるための大学として、とにかく日々、レベルの高い研究開発が行われている大学なんですけれども、こちらの大学ですね、今、設立2年目、第2期目に入りまして、現在生徒数は約800人で、そのうちサウジアラビア人が、10% で、なんとですね、驚いたことに、800人のうちの 30% の生徒が中国人なんですね。はい。で、中国人の生徒が 30% もいて、まあ、中国の、それだけのまあ強さとかそういったものも感じるんですけれども、いろんな国からとにかく、世界中の、まあ優秀な頭脳、学生なんかが集まってこちらで研究開発が行われています。こちらの大学のですね、いろんな、まあ、他にも聞いてきたテーマですとか戦略、そういったことなんかをまたワールドインベスターズ TV の方でちょっと詳しくご報告したいと思うんですけれども、とにかくもう驚きのびっくり仰天の大学ですんで、もう伝えたいことがとにかく満載の大学でした。というわけで、こちらのお話はまた引き続き別の番組で放送するとして、とりあえず、加藤さん、本日のメニューの方からお願いします。はい、石田さん、お帰りなさいませ。2週間ぶりになりますね。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まず、今日のニュースですが、 G20 財務省中央銀行総裁会議、今日韓国で開幕しました。この後詳しくお伝えしていきたいと思います。そして今日のゲストです。今日は日本ユニコムの菊川さんをお迎えしてお話をお伺いしていきたいと思います。どうぞ皆さんお楽しみに。はい、加藤さん、ありがとうございます。というわけですね、菊川さんのお話、本日のテーマは、食料、どうなる今後の世界の食料事情というテーマでお話しするんですけれども、サウジアラビアがこういったエネルギーに関しても力を入れてますように、エネルギーだけではなくて水とか食料、そういった人間の生命、社会生活で必要なものがですね、世界の新興国の経済成長とともにどんどん足りなくなっていて、その解決策をなんとか生み出さねばいけないという状況です。で、まあ、その一つの大きなテーマでもある食料に関して、イモアライザートークザカトークでは話を進めてみたいと思います。一旦お知らせを挟みまして、加藤雄一のマーケットコメントです。The world is not just changing, it's exchanging.Gone are closed markets and siloed thinking. Here to stay is the new collaborative marketplace. And it speaks one financial language, the language of exchanging.
exchanging opportunities, exchanging capital, exchanging optimism. Exchanging is the lifeblood of this new collaborative world. A world powered by NYSE Euronext. With the ability to trade equities, options, futures, and other products across the globe, exchange platforms and technologies that strive to set the international standard and home to the most influential companies on the planet. This is the exchanging world. Welcome to it. NYSE Euronext, powering the exchanging world.はい、世界経済を知る金融エンターテインメント番組ワールドインベスターズ TV の生放送、時差ボケ気味の石田和康がお届けしております。オープニングの3分半ですね、いつも時間が足りなくてなんか伝えたいことがあれあれあれってなんか伝えきれずに終わってしまって申し訳ないんですけれども、ちょっとサウジアラビアのお話はですね、ちょっとまた別の機会でちょっと詳しくお届けしたいと思います。いつものようにまずは加藤雄一のマーケットコメントからです。報道デスクの加藤さん。はい、それではこの時間は報道デスクから最新のニュースをまとめてお伝えしていきます。まずは G20 財務省中央銀行総裁会議が今日午後韓国で開幕しました。今回の会議では世界的な通貨安競争で先進国と新興国の間で対立が鮮明な為替相場をめぐる議論が中心となります。各国が通貨安競争での対立を避けるためにどの程度協調できるかが焦点となりそうで、明日夕方には共同声明を発表する見込みとなっています。そして次は石田さんピックアップの注目トピックとなります。中国から日本に省エネ家電などの部品に不可欠なレアアースの輸出が滞っている問題で、日本政府はレアアースをベトナムと共同開発する方針を固めたと報じられるなど、レアアースの調達で中国依存からの脱却を目指した動きが出ています。中国政府によるレアアースの輸出規制をめぐっては欧米にも広がりを見せている状況で、アメリカ議会は中国のレアアース問題に懸念を表明、警戒感を強めており、中国と日本や欧米各国、問題解決に向けた糸口を見出せにくくなってきているようです。ということで石田さん、はい、これもともとこのレアアースというのは、どういうものなんでしょう。はい、レアアースってあれですね、最近ニュースにはよく出ますけど、言葉そのものが全然身近感がないですよね。はい、僕らの生活の中でレアアースっていうものがどこに売られているのかって全然、ね、見えてこないと思うんですよ。やっぱこの素材なんでなかなかその触れる機会がないと思うんですよね。ただこのレアアース実際何に使われているかといいますと、実は私たちの生活にものすごい身近な素材なんですね。具体的にですね、どんなものに使われているかといいますと、ハイブリッド車、プリウスですとか、あと超強力磁石、モーター、バイブレーター、あと液晶ガラスの基板研磨材、あとテレビ、蛍光灯、LED といった蛍光体ですとか、 MD、CD、ブルーレイのような光磁気ディスク、今加藤さんお話ありましたように、日本が目指すその省エネ、エコ、そういったテーマの、関連するこういったプロダクツに必要な素材がレアアースなんですね。で、こういったプリウスとかいろんな光磁気ディスクとか、日本が作って世界に輸出するものたくさんあると思うんですけれども、そういったものの貴重な素材となっているのがレアアースなんで、これ日本にレアアースが入ってこないということは、日本の、先進的な、製造物の輸出に相当ダメージが与えられてしまうという、そういう大きな問題を抱えているんですね。で、これ中国から、たくさん輸入しているわけなんですけれども、これ実はですね、ちょっと次の資料を見ていただきたいんですけれども、これ日本の輸入云々かんぬんではなくて、これ世界のレアアースの産出量のなんと 97% 以上が中国産出なんですね。で、特に内モンゴル自治区、中国の内モンゴルからの産出量が世界の 97% 以上を占めておりまして、世界的にかなり生産地が偏在してて、でなおかつその今お話したような省エネ家電ですとか、そういったものに非常に多く使われる素材なんで、今後のその世界的な需給バランスがちょっと逼迫気味になるんじゃないかなという、そういう懸念がされています。で、なので今回ベトナムと日本のそういった開発案件、そういったお話に関しては非常にこれからも増えてくるでしょうし、日本にとってはちょっとそういった戦略をどんどん、構築していかないと、ちょっと中国依存型の、レアアースっていうのはちょっと厳しい状況が生まれてしまうんではないかと、そういうことですよね。はい、まさに日本と先進国との間、どういうふうにこれ問題解決していくのか、はい、一つ行方が注目となりそうです。
では最後にですね、中国のネット検索大手バイドゥが発表した7、9月期決算出ていますのでお伝えしていきましょう。純利益1年前から倍増しました。それによりますと純利益は10億5000万元だったほか、売上高は1年前から 76% 増加した22億6000万元と大幅に増加、市場予想を上回っています。アメリカの検索大手 Google が中国市場から撤退したことで視野が拡大し収益を押し上げたということです。石田さん、以上この時間は最新のニュースをまとめてお伝えしました。マイクを戻します。はい、加藤さんありがとうございます。というわけでですね、レアアースもそうなんですが、冒頭のお話にありました通り、石油とかそういった、エネルギー関係で、あとは今日ですね、後半の芋洗い坂トークでお話にあります食料、そういったものすべてひっくるめていろんなコモディティ関係が、これから世界でかなり需要が増えてきてちょっと不足気味というのが懸念されています。でそういった中でも今回は食料、穀物ですね、そういったものに焦点を当てて後半の芋洗坂トークでは、菊川さんにお話を伺いたいと思います。お楽しみに。というわけで一旦コマーシャルで後半の芋洗坂トークです。日本のグローバルプレイヤーが世界を動かす。世界の指標価格、価格変動のリスク回避、資産運用の選択肢、世界最高水準の取引システムがコモディティの未来を変える。東京工業品取引所トコム。はい、世界経済を知る金融エンターテインメント番組ワールドインベスターズ TV の生放送、六本木のワールドインベスターズトラベルカフェ芋洗坂のスタジオの方からお届けしております。本日は、約1週間ほど時差ボケ気味の石田和康がお届けしております。後半もよろしくお願いします。今日の芋洗坂トークのゲストは、お約束しました通り、日本ユニコムの菊川博之さんをお招きしております。それでは呼んでみたいと思います。菊川さんどうぞ。どうぞどうぞ。失礼します。今日お忙しい中ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。日本ユニコムの首席アナリストの菊川博之さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。先日私日本ユニコムさんでセミナーの講演をさせていただきまして、もうその際は本当に非常にお世話になってありがとうございました。こちらこそ個人投資家の皆さんの評判がすごく良くてですね。あ、そうですか。本当にありがとうございました。こちらの方じゃないかなと思いますね。ちょっとまた何か機会がありましたらぜひお声掛けいただければ、いつでも飛んでいきますので。ありがとうございます。よろしくお願いします。で今回菊川さんにですね、どんなテーマでお話しいただこうかなといろいろ考えたんですけども、やはりその食料関係、穀物関係がちょっといろいろと動きがあって、面白いんじゃないかと。そうですね。今年日本も非常に猛暑で暑かったんですけれども、世界的に見るとですね、ロシア、130年ぶりの大干ばつと。大干ばつでしたね。そうですね。8月に穀物の輸出を年内ストップするといった発表があってから、穀物マーケット、小麦中心に大きく動き始めてきているんですね。で小麦の方は2008年も大きい相場を演じたんですけれども、お米、ついでですね、パンであるとか、パスタであるとか、ラーメンであるとか、食べるものに直結する穀物ということでですね、かなり危機感といったのが一時強まったのが今年の、夏から今のところの動きではないかなと思いますね。僕らが普段この口にするものって相当ね、小麦でできているもの多いですよね。そうですね。2008年価格、小麦価格が高騰した時はですね、パンの値上げであるとか、あとはカップラーメンの値上げであるとか。カップラーメンもそうですよね。そうですね。あのあたりが話題になったわけですけれども、今年もそれに準ずるような相場になるんではないかと言われていたんですが、今のところ小麦に関しては少し落ち着きのある動きを見せているんですね。この背景は少し需給の方を見てみたいなというふうに思うんですけれども、今回いろいろと資料とかグラフの方を
ご用意いただいたんで、ちょっと1枚目の小麦の生産国と輸出国のこれですね。はい、これを見ていただくとお分かりになるようにですね、小麦といったのは世界全体である程度分散されて取れているんですね。輸出国を見ても、アメリカ中心にある程度分散化が進んでいるということで、ロシアは確かに今年不作だったんですけれども、その他の国々生産国はアメリカ中心に豊作だったんですね。これが全体的には相殺するような形で、8月1回相場を見ましたけれども、その後落ち着きを見せてきているのは他の国が豊作であったということと、この数年今年だけではなくて、この 2,3 年見ると、連続した豊作が続いているんですね。ここで、2008年のような、パニック的な買いにはつながらなかったというところが、足元小麦の動きということですね。これこのグラフ見てちょっと面白いなと思ったのが、生産国と輸出国ってやっぱ全然変わっちゃうもんなんですね。そうなんですね、ロシアは生産シェアかなりあるんですけれども、輸出シェアを見るとほとんどないんですね。自国で生産して自国で消費するということで、小麦だけではないんですが、大豆、コーン、いわゆる穀物と言われるマーケットで、輸出シェアを見るとやはりアメリカ、これがキーマンというか、キーポイントの国になっていると。アメリカの生産量次第、輸出次第で、かなり相場が動くということですね。これ生産国第2位の中国も、はい、第3位のインドも小麦の輸出国の中には名前がないんですよね。そうなんですね、生産かなりの大量生産やっているんですけれども、輸出余力がないと。もう自国で消費しているってことですかね。そうですね。で足りない分を逆に輸入しているというような状況なんですね。例えばインド人とかインド料理でナン、ナン食べるじゃないですか。ナンも小麦なんですね。小麦が材料だと思いますね。ですから価格が上がるタイトになってくるということであれば、ナンの価格も上がるだろうということですね。なんだかなって感じですよね。困っちゃいますね。なるほどね。じゃあこれ生産国と輸出国のこのやっぱ国の違いっていうのはちょっと面白いんで、ちょっと注目しておいた方が、そうですね、チェックした方がいいですね。銘柄によってはかなり異なるということで、例えば大豆コーンなんかも見れれば資料見たいんですけれども、大豆ちょっと行ってみましょうか。次大豆ですね。大豆、はい、あこれではなくて円グラフですね。大豆のちょっと話進めてみましょうか。そうですね、これ大豆生産国輸出国はともにアメリカブラジル、そうですね、やはりアメリカが第一位、そして特徴なのが南米ブラジルアルゼンチンですね。ここの生産輸出シェアが多いということで、ちょうどアメリカが取れなくてもですね、南米産が豊作であればそれが相殺できるというような状況ではあるんですが、今年大豆自体は北米アメリカは豊作なんですね。ただこれから南米産の種まきが始まって、年明けの2月ぐらいに南米産の収穫が、来るんですけれども、これに関してはちょっと今懸念が出ているというような状況ですね。これはあれですね、小麦と比べてみるとなんか分散されてない、ないということですね。アメリカと南米に集中していると。さらに一極集中が顕著なのがトウモロコシ、コーンなんですね。コーン行ってみましょう。次コーンですね。出ますかね。コーンの生産国と輸出国、ええ、コーンもこれまたあれですね、だいぶ偏り気味の、偏り気味ですね。生産国自体はアメリカを筆頭にして南米、そして中国なども生産しているんですが、輸出国を見てみますとアメリカの一極集中型、これが顕著な銘柄なんですね。ですからコーンに関しては価格の分散というか、供給面の分散化ができていないということで、変動リスクといったのはより小麦そして大豆と比べると高い傾向があるということは言えるかもしれないですね。なおかつコーンはあれですよね、そのバイオエタノールの材料としても使われたりするんで、その食用とか飼料用だけではなく、そうですね、エネルギー源としても、この2003年あたりからはエタノール需要の需要が非常に増えてきて、全体の需要の3割弱ぐらいですね、このシェアを占めているということなんですね。でそのあたりの小麦、大豆、コーンに関する、何年間かこの推移で見た場合 その需給バランスとか、そういったところをちょっと後半の方で見ていきたいと思いますので、はい、後半もよろしくお願いします。はい、一旦コマーシャルです。面白いですよね。
Ever since its foundation, APEC has progressed steadily through the individual and collective actions of the APEC member economies. And in 2010, a new step for APEC will begin in Japan. Closely harmonizing with nature, Japan's aesthetic sense and lifestyles were nurtured by its four beautiful seasons. A country where past and present blend seamlessly, and the traditional and the state-of-the-art coexist in harmony. The Japanese archipelago stretches for around 3,000 kilometers, resulting in a wide variety of environmental features. The APEC Japan 2010 meetings will be held in cities with distinctive characteristics, located all over Japan. The venues for APEC Japan 2010 will be Tokyo, Hiroshima, Sapporo, Fukui, Beppu, Sendai, Nara, Gifu, Niigata, Nagoya, and Kyoto. The 22nd APEC Ministerial Meeting and the 18th APEC Economic Leaders Meeting will be held in the city of Yokohama. はい、世界経済を知る金融エンターテインメント番組ワールドインベスターズ TV の生放送、本日金曜日バージョンでお届けしております。芋洗坂トークのゲスト、後半も引き続き日本ユニコム首席アナリストの菊川さんです。後半もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あの前半でですね、小麦、大豆、コーンの、世界の生産量、輸出量、はい、生産国、輸出国に関するデータ、いろいろお話しいただいたんですけど、はい、今度はそれをですね、20年という、うん、その期間的なスパンで見た、はい、需給の推移ですか、はい、そちらの方をちょっとあの教えていただきたいなと思うんですけど、そうですね、まず大豆の需給関係グラフ出ますでしょうか。トウモロコシから。トウモロコシがいきますか、はい、じゃあトウモロコシお願いいたします。トウモロコシの、需給の推移ですね、はいはい、こちらです、こちらの方は需要と供給ですね、はい、そして、在庫率といったものを合わせたグラフになっておりますけれども、はい、折れ線グラフが在庫率ですね。そうですね、在庫率適正水準がだいたい 15% ぐらいが適正と言われているんですね。それが足元を見ますと 10% を割り込んでいるということで、非常にタイト感の強い状況になっているということであります。これはどういう理由なんですか。まず生産高見てみますと、これは非常にここ数年大きく伸びているんですね。ですから物が取れていないわけではないんですね。今年は史上3番目の豊作になるといった予想出ておりますけれども、その豊作にもかかわらず需要がもっと大きく伸びているということで、在庫が積み増せないと。豊作でなければ在庫が積み増せないような今需給構造になっているということなんですね。これはやはり中国とかインドといった新興国の需要の伸びが大きい。そうですね、おっしゃる通りですね。今まで輸出していた例えば中国、はい、これなどがこの数年はほとんど輸出力なくなって、反対に輸入するんではないかといったような思惑も材料になっているということなんですね。ただまあ生産量自体は本当にこの数年、記録的な豊作が続いているということで、まあ、このあたりは遺伝子組み換えの種子、これは大豆もコーンも同じですけれども、まあ、その比率が高まって、生産量が増えていると。天候そして害虫に強い種に、種の比率が高まって結果として生産量が増えているというような状況になっています。遺伝子組み換えの技術が年々向上しているっていうことですね。そうなんですね。その遺伝子組み換えの技術とかを、はい、そのいろいろ研究開発しているのが、今日僕があの冒頭で話したね、サウジアラビアのキングアブドラ科学技術大学なんですよ。あ、そうなんですか。で、中東の方でもそういったあの遺伝子組み換えとかの技術を、もう世界最高水準の技術をちょっとあそこに集中させようっていうので、今ものすごい開発が中東でサウジアラビアでも進んでるんですよね。まあ、今現在この遺伝子組み換えの技術といいますと、アメリカのモンサントであるとか、アメリカ中心の会社が特許を持っているんですけども、この遺伝子組み換えの種子、種の特徴としてですね、ターミネーター技術といったのが使われているんですね。ターミネーター技術、映画のターミネーターじゃないんですけども、普通種といったら巻いて翌年また種ができますよね、はい、その種を改めて売るわけですけども、遺伝子組み換えの種子に関しては1年限りなんですね。実はなるんですけども、種はまた種の業者から買わなきゃいけないということでですね、生産シェアだけじゃなくて種子の面からもやはりアメリカキーマンになっているわけですけども、今おっしゃったように中東関係の遺伝子組み換え技術が発達してくるようであれば、中国といったのは今遺伝子組み換えの比率といったのは非常に低いんですけれども、アメリカから買うのは嫌だけども、中東からならいいねということであれば、今タイトと言われている需給がかなり変化が起きる可能性もあろうかなと
というふうには思いますね。いや今そのエネルギー戦略でもそのビジネス外交でも中国と中東ってものすごい関係を深めてるんですよ、はい、そういう意味でも確かに中国はね、中東イスラム地域とべったりで今いろいろと何か大きな動きをやろうとしてるんで、はい、そのあたりひょっとしたらそうなるかも、ね、そうですね。この辺はちょっと注目してみると面白いかなと面白いですねという感じはしますね。まあ、穀物に関してはやはりこの食糧戦争ではないですけどもどの程度確保するかということはこれからのテーマになってきそうですし、ただ生産量を上げようとすると、うん遺伝子組み換えを使わざるを得ないと、でもその特許を取っているのがほとんどアメリカの企業ということで、まあ、政治的な絡みも含めて、本当に中東の企業がそれクラスの種子を発明するという動きが出れば、かなりそのパワーバランスというか変わってくることはあると思いますね。それはもう本当あれですよね、トウモロコシだけではなくて他の穀物にもやっぱ言えることなんですか。そうですね、大豆などもそうですね、まあ、ちょっとじゃあ大豆の20年間の需給グラフ見てみましょうか。はい、はい、次大豆ですね。大豆の需給20年間推移グラフですね。これはどうでしょう、ちょっとご説明の方を。これも今と同じようにですね、需要も供給も伸びてきていると。伸びてますね。ただ供給以上に需要の伸びが大きいということで在庫率折れ線グラフの方ですね、これも直近では 10% を割り込む非常にタイトな状況と。在庫率大体 10% を割り込むとタイト感が強くなるというふうに見ていただければいいと思うんですけども、足元は過去3番目の豊作ベースにもかかわらず、大豆もコーンも自給率在庫率は 10% を割っているというような状況なわけですね。これトウモロコシもものすごい在庫率減ってますけど、はい、大豆それ以上にすごいですよね、この変動がですね。変動が、ね、在庫率の減少の勢いが、これは南米そして、米国がダブルでですね、少し落ち込みを見せると変動率がより大きくなるというところはあるかもしれないですね。そうかそうか、先ほどの前半でお話あった通り大豆は小麦と比べて生産国が分散されてない。そうですね、北米南米に集中されてるから、そこの国がちょっとおかしなことになるだけで、一気に対等感は強まるということですね。なるほどね。さらにあとやはりポイントとなるのは中国ですね、中国の輸出入をこれ見てみますと、次のグラフをちょっと言ってみましょうか。中国の大豆の輸出入推移ですね、はい、これもなんかものすごい勢いのグラフですね。そうですね、ずっと下方の方にずっと深く、ね、深くなっているということは、これは中国がより多く大豆を輸入しているということなんですね。95年ぐらいまでは輸出国だったんですけども、まあ、それ以降はもう輸入国に転じていると。で同じグラフのコーンのグラフも見ていただきたいんですが、はい、次のグラフですね。これ中国輸入の勢いがすごいですね、輸入の増加の勢いが。コーンに関してはしばらくは大豆と違って、輸出国の状況続いていたんですけども、足元輸入輸出余力がなくなって、大豆と同じように、輸入国に転ずるんではないかというような感じになっているんですね。これが大豆と同じように輸入国に転ずるということであると、まあ、今のコーンの価格水準がかなり変わる可能性はあろうというふうに思いますね。これ、何年でしょう。95、6年ですか。これは中国の干ばつというか天候異変で生産量が落ち込んで、一時的に米国から輸入を行ったんですね。この時は相場非常に大きく上げました。これと同じような状況が恒常化する可能性が足元あるということですね。次米国のエタノール生産と需要、はい、エタノールの需要も伸びていると。はい、コーンというと、そうですね、種とか肥料用、これのシェア多かったんですけども、2002、3年ぐらいからエタノールの需要が非常に伸びて、足元3割弱ぐらいのシェアを占めているということですね。あと、天候関係で言いますと、今年ラニーニャ、これが発生しておりますが、はい、ちょっと次のグラフですね。出ますでしょうか。出ますか、ラニーニャ。はい、過去ラニーニャの起きた年といったのは穀物マーケット大きくやはり値段を飛ばしている傾向があるんですね。エルニーニョそしてラニーニャ、これと異常気象の相関がよく言われますけれども、価格の推移を見てみますとやはり、異常気象絡みで、生産高が落ちて、値段がどちらかというと上値リスクの高い時間に入ると
ということが言えるんではないかと思いますね。結構世界的に、まあ、いろんな異常気象が起きているんですけど、はい、まあ、そういった天候に大きく左右される、まあ、穀物相場じゃないですか、はい、気象予報士の資格を持っている人は、これひょっとしたら穀物相場に強いんじゃないかなって今ふと思ったんですけど、おっしゃる通りですね、夏にはいいかもしれないんですが、ですよね、ちょうどこれからの秋から冬の時間というのはですね、天候相場から今度需給相場といった需給関係にマーケットのテーマが移ってくるんですね。ですからここからの時間帯といったのはお天気じゃなくて、需給がどうなっていくかというところがメインのテーマになっていくんではないかなと。需要は非常に強いということです ね。ちょっとね、まだまだいろいろお聞きしたいこといっぱいあるんですけど、はい、ちょっと15分あっという間に時間が来てしまいまして、菊川さんの、ブログなどでですね、はい、いろいろと面白い情報を、連載されてますんで、ちょっと皆さんにそちらの方を見ていただきたいなと思います、はい、今ご覧のこのネットのページの下の方にですね、菊川博之の月月火火水木金金でしたっけ月月火水木金金ですね、月月火水木金金、そうですね、というあのブログのリンクが貼られてますんで、ちょっとそちらの方もぜひアクセスいただいて、世界の、穀物ですとか他にもね、いろんなコミュニティの面白い情報満載ですんで、はい、ちょっと見ていただければと思います。本当15分あっという間だったんですけど、ちょっとまたぜひよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。本日の今治坂トークのゲストは、日本ユニコム首席アナリストの菊川博之さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。一旦コマーシャルです。ワールドインベスターズ TV66 ライブ、はい、ちょっと2週間ぶりだったんでね、時差ボケもそうなんですけど、ちょっとやり方忘れちゃったなみたいな。いやそうですか、カミカミだったし、ちょっとねやっぱ2週間空くとちょっとあれですね、忘れちゃいますね、やっぱり。でも、サウジ9日間でしたっけ、医者さんいたの、はい、9日間あの、ね、9日間をオープニング4分でまとめるのはちょっと無理ですね、うん、やっぱね、無理ですよ話足りないし、あのオープニングで流したあのキングオブドラクガルキズダイアクの動画、はいはいはい、あれなんてあの僕が撮ってきた動画の全部で120本ぐらい撮ってきたんですけど、120本のうちの1本、あ1本ですからね、そうですか、あれのだから120倍とかまだまだいろんな動画があるんで、はい、ちょっと本当はねそれをもうなんか4時間5時間かけて皆さんにお見せしたいところなんですけど、はい、ちょっと66ライブのオープニング3分半しかないんでね、そうですね、ちょっと厳しいですけど、また別の機会にごそっとまとめて、もちろんレア映像あるわけですよね。あります、ありますか、あります、ありますか、こうご期待ですよ。今あのうちの、優秀な、編集スタッフがですね、はい、サウジアラビア映像をがっつり編集して、夜通しやってますので、やってます、寝ずにやってますので、はい、なのでちょっと期待してください。はいはい、で、はい、次回のゲストをご紹介しましょう。はい、誰でしょう。はい、こちらの方になります。はい、コモディティ続きますね。はい、続きます。アストマックスの江森さんを迎えしたお話をお伺いしていきます。はい、アストマックスの男前ファンドマネージャーでございます。はい、江森さんはですね、あのコモディティといっても、あの貴金属関係ですね。今日の菊川さんのお話は穀物だったんですけど、はい、江森さんは今度貴金属でちょっと話をしていただきたいなと思います。今晩もどうなるんでしょうか、マーケット。はい、というところで、金属ですね、はい、はい、でそのお相手をするのは、我らのお父さん、お兄さん、はい、お父さん、おじいさん、おっさん、おっさん、おっさん、はい、月曜担当の清水明夫と、はい、報道デスク加藤雄一の2人で月曜日、アストマックスの男前ファンドマネージャー江森さんを招きして、はい、今治坂トークですね、楽しみです。はい、というわけで今週月水金終わりまして、はい、来週も、月水金66ライブやるんですけれども、インターネットで見れる方はインターネットで、であのインターネットじゃなくてお店の方に来てビールを飲みながら、あるいはカクテル飲みながらね、トーク生ライブ見たいという方はお店の方にどんどんいらしてください。はい、はい、来週も月水金休まず66ライブ続けていきます。来週もぜひ見てください。はい、というわけで今週の放送は以上になります。ありがとうございました。また来週。ありがとうございました。